議員、なぜそうも偉そうな態度を。本日は党を代表して総理に質問します。冒頭、新型コロナウイルスに感染し、あるいは感染症の影響を受けて尊き命を失われた方々に哀悼の意を表しますとともに、闘病中の皆様に心からのお見舞いを申し上げます。新型インフル特措法等の改正に向けて、私たち日本維新の会は昨年の1月23日に数ある政党の中で真っ先に党対策本部を立ち上げ、政府与野党による緊急立法協議会の設置と新型インフル特措法の速やかな改正を求める緊急提言を取りまとめました。当時の永田町の緊張感のなさは、昨年の通常国会冒頭衆院代表質問で新型コロナ感染症の問題を取り上げたのが私たち日本維新の会と公明党だけであった一点を見ても明らかでありました。特に維新以外の野党の緊張感のなさは目に余るものでした。盛りかけ桜をやるなとは言いません。しかし長らくコロナを取り上げてこなかった蓮舫議員や維新以外の野党の代表たちがなぜ急にテレビの前でコロナ対策に奔走する菅総理はじめ閣僚たちを偉そうな口ぶりで糾弾できるのでありましょうか。総理に伺います。彼ら彼女らはなぜそうも偉そうな態度を取ることができるのでしょうか。大国を統治するということの苦労を知らないからか、あるいは未知のウイルスとの戦いの困難さを分かっていないからであると私は考えますが、いかがでしょうか。残念ながらこの質問に当時の菅総理は回答ありませんでした。国会中継のまとめ動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。